どうも、こんにちは、ヒョクです。よくある質問なんですが、ヒョクオッパはイライラしないんですかとか、怒らないんですかっていうのが、リップとかでも来るぐらい結構ある質問なんですけれども、僕なりのちょっとイライラしない方法といいますか、人に怒らないために心がけていること、もしも人にイライラしやすいという方がいましたら、これを見て少し考えてもらえたらなと思います。ではまずイライラって何なんっていう話なんですけど、まあ要するに自分が思っていることに反することが多分起こって、それでちょっとストレスが溜まって、ああもうみたいな感じになることですよね。学生の人もそうだし、社会人は特にそうだと思うんですが、人に会うことが多い世の中じゃないですか。まあ相当引きこもってない限りね。一つ目、人に会うときはなるべく価値観を捨てます。イライラしない方法の中で、一番にこれをちょっと取り上げたい。いや、もしかしたら僕が間違ってるかもしれないんで。いや、決して僕は大したものじゃないんですよ。全然そんな大したもの。という風に謙虚な心で相手の考え方も取り入れることが、まあ一つ大事かなと。自分の価値観って絶対あるから、それはもうどうしようもないんですが、人に会う以上は、なるべく自分の価値観を捨てて、こう相手の意見を取り入れた方が、ストレスフリーというか、特に僕もそうなんですけれども、いろんな現場に行って、いろんな人と話したりとか打ち合わせとかも結構あるので、なるべくこれはすごく意識するようにしています。二つ目は、批判を成長に変える。これは実は YouTuber やっているとなおさら思うんですよね。どんな批判や誹謗中傷もなるべく、あ、自分を成長させられるように教えてくれているんだなって考えると楽です。中にはね、心ないただの悪口もあるかもしれませんが、あ、自分のこう弱点とか欠点を教えてくれてるんだなって考えると自分が成長できます。そして三つ目は、イライラしたら成長のチャンスだと考える。皆さんにちょっと質問したいんですけれども、行動の遅い人とか、何か作業なり何かをこうやっててうまくできていない人を見るとイライラしたりする人いませんか？実は僕も昔はそうでした。自分にとって余裕でできることをできないのを見ると、なんかちょっとイライラしたりしていました、昔は。でもこれってよく考えてみると、自分の考え方中心なんですよね。だから自分の考え中心で人を裁こうとしているんですよ。もうえらいこっちゃ、なんて心が小さいことをしていたんだって思いまして、それ以降僕がどうやったらこれを解消できるかなっていろいろ考えた結果、1年規模で考えるんですよ。1年間、はい、1年間は何日？365日 ×24 時間、すると8760時間あります、1年は。だからこの8760時間のうちのほんの数分の出来事だって考えると、あ、すごい小さいことでイライラしてたんだなってこう思えるので、もうしょうもないなって思うようになればもう勝ちです。そしたら一段と成長できています。そして4つ目、最後の4つ目はですね、これは僕が最近やっていることなんですけど、スマイラーの皆さんに応援してもらえるようになってから、なおさらこう意識するようにしてるんですけど、イライラしている時ほど人を励ますんです。僕だけかもしれないんですが、そのイライラしてる時に、まあイライラしてなくても、人を励ましていると、だんだん気持ちが落ち着いて、こう緩和されるんですよ。なんかストレスとか溜まってたとしても、人を励ますことで。これってすごい良くないですか？だって人を励ましていることは、その人も多少なりとも気持ちに余裕もできるだろうし、自分もストレスもこう緩和されて気持ちが落ち着くから、もうウィンウィンなんですよ。もうウィンウィンなんですよ。はい！ということで、こんな感じです。そうですね。うん。こんな感じかな、僕が。イライラしないように心がけていること。これをね、仮に最近なんかちょっとイライラしやすいなとか、人に当たってることあったなとかって考えてる人は、ぜひともこの動画を見ていただきたいし、そういう人にもおすすめしてもらえたらなと思います。多少なりとも力になればなと思います。何の動画やこれ。はい、ということで以上、ヒョクでした。じゃあね。